こんにちは、ブルーホースです。本日もデトロイトやってまいりましょう。時刻は10時。ちょっと遅めの出勤ということですね。で、アメンダを見つけようと思います。いやー、日本庭園だね。まあちょっとお散歩するにはいいかもしれないですね。ハスの葉も生えてて、よかよか。というのはいいんだけど、これ一周目の時ね、ちょっとね、もうすでにこの時点で3体目のコナーだったもんですから、ここにね、お墓が2つ立ってたわけなんですよ。今回ね、綺麗に1体目のコナーで進むことができているので、まだお墓は立ってないというところですね。ちなみにこれ特にないのかな？なすだけだね。特に調べるとこもないので、スッとアマンダに会いに行きましょう。はい。ハトちゃん、ポッポ。ポッポ。お、白いハト。珍しい。アマンダくらいしかないのかな、これ。調べるのはね。バラ。ということで、おはようございます。Hello, Amanda. こんにちは、アマンダ。Connor. 会いたかったわ。Congratulations. よくやりましたね、コーナー。Finding that よくあの変異体見つけてくれました。それに尋問の仕方も実に巧妙でしたね。あなたはとても優秀だわ、コナー。ありがとうございます。DPD に変異体を移送するように要請しました。事件の真相が何かわかるかも。尋問はかなり困難を伴ったようですね。変異体をどう思いました？変異の兆候が見られました。不安定な認識、予測不能な挙動、人間のような感情の模倣。死を怖がっていた。明らかな機能障害です。コーナー、アンダーソン警部が公式に担当になったようですね。彼をどう思います？いやー、まあぶっちゃけね、やりづらいっすわ。プロ意識にかける人物に見えます。He seems to have an addictive personality, as a lack of respect for procedure and despises androids, which makes our relationship difficult. Unfortunately, we have no choice but to work with him. What do you think is the best approach? I will adapt to his personality. It is in the best interest of the investigation to avoid conflict and try to accommodate his psychology.More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. You're the most advanced prototype CyberLife has ever created. If anyone can figure out what's happening, it's you. You can count on me. お任せください、アマンダ。行きなさい。はい、アマンダ。Hurry, Connor. あ、急ぎなさいだ。There's little time. 時間がないわ。この人は本当にどういう存在なんだろうな。人じゃないもんね。アンドロイドのハブでしょ？だって。よくわかんねえなぁ。セントラルステーション。アンダーソン君、お帰り。君を待っていたよ。ということで、調べられそうなところも特にないので、お姉ちゃん、どうして？アンダーソン警部補に面会を。Do you have authorization? 許可の確認。Yes. あ、接続。どうぞ。Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait at his desk. デスクでお待ちください。じゃあ行きましょう。失礼。じゃあちょっと調べられるものとことん調べていきましょうか。アンダーアミスターミラーあ、これあれじゃん事件は解決する延長されたんですこれあれじゃん止めなかったやつだよ、まあ、変異体のやつが頭ボン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 やっているタイミングで何もしないただただ見つめていただけのやつだねウィルソンは喋りかけられないで名前なし、プレートなし。お、これはなんか見れる？見れない、残念。リード。ブラウン。ブラウンも喋れない。
あ、今の何だったっけ、パーソン、なんかすごいアンドロイドっぽいキャラだったね。でそれから、コリンズで、ここがハンクの席なんだけど、一旦、あ、ファウラー所長は今は会えない。めっちゃコーヒーを優雅に飲んでるね。後ろのあれ何、野球部かなんかなのかな。すごい自由にオフィス使ってるね、個人事業じゃないのに。いいな、アメリカのそういう自由な感じのところがいいよね。空港とか皆さんアメリカ行った時ね、もうすごいびっくりすると思いますよ。日本の人がね、いかに丁寧すぎるかっていうのもわかるし、あとまあ、本当にガムくっちゃくっちゃねしながらね、仕事するっていうのが当たり前だからね。2037年 PM700、 これはさっき、あ、じゃあな、ここ一緒だよね、 PC200 だよね。 OK、 じゃあ次行ってみよう。もうちょっとだけ調べてみたいのかな。他なんかあるかな。ここはもう大体見に行ったね。君はデスク。アンダーソン警部補のデスクを教えてくれ。あちらのデスクです。どちらのデスクで。まあ、直進すればいいよっていう話なんだけどね。違反者講習会。なわけあるかって。じゃあデスク見つけたんでデスク行きましょうか。はい。他はあ、なんかある。これ読んだっけ？あれ、これ読んだっけ？デトロイトトデイ。ロボット子育て三原則。いや、読んでなかった気がするな。ウォーレン大統領、支持率 33% に。サーバーライフが、あ、まあでも、ここら辺に関しては、また、ちょっと止めて、ぜひ見てください。ストレスフリーの解決策だ。とか言ってね。まあ、ちょっと読んだら読んだでね。すごいな。毎年35万ドルで17年間続く支払いに比べ、たった7500ドルで。あ、なるほどね。アンドロイドを育てましょうとかですね。岩野首相。なんか強そうな名前で。イワノフってよく出てくるよね。ルパン三世のルパン暗殺大作戦だったかな。違うな。ルパン暗殺指令かな。1994年のアニメーション映画だったと思うんだけど、アニメスペシャルアニメか、うん、の時に出てくる、まだクリカンさんじゃなくて山田康夫さんがルパンの声優をやられてた頃に出てきた潜水艦の名前が確かイワノフってやつですね。アンダーソン、オッケー、見つけた。そう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 。Excuse me.すみません。警部補はいつも何時頃到着されますか？前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きで。どうも。アンダーソン警部補を待つか。これ、あれ、座る以外の選択肢ないのか。のんびりしましょう。じゃあ座って待つか。座る以外の選択肢があるのか。新しい職場を探索する。結局立つのね。選択肢が立つ以外させてくれないっていう。アンダーソン上、署内を探索する。そうだね、まあ、署内を探索しましょう。新種のレッドアイスでも試してたのか。やっぱ違反者じゃん、やばいよね。ヨーヨー。Look at that. おい、見ろよ。みんな大好きプラスチックデカの踊りだぜ。昨夜お見事だったね。ほんと最高。なんか右の服なんかもうズタズタにされてる感じがするな。無視。わあ、歩み寄ってきた。くさー、そう。お前みたいなのは初めてだ。型番は？こと。私には答える権限がありません。ご質問がある場合は警部にお尋ねください。おい、Bring me a coffee, コーヒー持ってこいよ。ちょっとパート1でコーヒー持ってこなかったんで持ってきますね。うん、じゃあ従いましょう。ちょっとね、ここは忖度ありでやります。でもコーヒーに、まあ、なんかとんでもない量の。無事でいたいけど邪魔するなよ。こぼした分の拭き取りはちゃんとやっといてよ。あ、じゃあいいよ、自分で飲もうぜ。処理に困ってる、とりあえず置いとけってやつ。あ、ドーナツ。でハンクのデスクに戻る前になんか調べ、あ、今ここら辺はもうでも一回見てくるかな。そうだよね、
トイレ行ったところで仕方ないし。あ、OBS、うん、こんなんあったっけ？入れたっけ？お邪魔します。あ、ここにあれがあったんだ。ごめんね。出ます。取り調べ室でした、ね。レストルーム。まあ、別に今は催すものはないし大丈夫かな。で、これが、やばい人たちですね。レッドアイスを。うん、アイスだと勘違いして食べ過ぎちゃったっていうやつね。いやなんかすごい下でなんかサイバーライフルの感になってきてる。うるおー！また会えて光栄です。うん、ジーズ。ダーク、嘘だ。ヘンク！ヘンク！In my office！ オフィスに来い！じゃあ、オフィスで話聞きましょう。もう探索は済んでるしな。もう探索済んでるよね。他だって、まあハンクのこといろいろと。まあいやいや、行こう。後ろ立ってよ。また来てる。I've got 10 new cases involving Android. 毎日10件のアンドロイド絡みの事件が舞い込んでくる。昔から通報あったが、ばあさんのアンドロイドが行方不明だとその程度だった。But now, それが、今じゃ暴力沙汰や昨夜みたいな事件まで起きている。This isn't just これはもうサイバーライフだけの問題じゃない。犯罪として捜査を始め、大事になる前に手を打たなきゃまずいことになる。お前には一連の事件の関連性を調べて。Why do I gotta be the one to deal with this shit? I am the least qualified people. I know jack shit about Android, Jeffrey. I can barely change the settings on my own phone. Everybody's overloaded. I think you're perfectly qualified for this type of investigation. Bullshit! The truth is, nobody wants to investigate these fucking androids, and you let me home the bag. CyberLife sent over this Android to help with the investigation. It's a state-of-the-art prototype. It acts as your partner. No fucking way! I don't need a partner, and certainly not this plastic prick. Hank, you are seriously starting to piss me off. You are a police lieutenant. You are supposed to do what I say, and shut your goddamn mouth. You know what my goddamn mouth has to say to you? Okay. I'll pretend like I didn't hear that. So I don't have to add any more pages to your disciplinary folder, because it already looks like a fucking novel. This conversation is over. You. Jeffrey, Jesus Christ, Jeffrey, why are you doing this to me? You know how much I hate these fucking things. Why are you doing this to me? Listen. I've had just about enough of your bitch. Either you do your job or you hand me your badge. Now, if you'll excuse me, I've got work to do. I won't keep you any longer. Have a nice day, Captain. 失礼します。K. Have a nice day. 無視。気になる虫奴のことをサポートしてくれたかそういう一言もあってもいいもんだろうに。まあここはしれっとやっておきましょう。そうだね、まああんまりちょっとハンクのことを調べられないまま来ちゃったんだけど大丈夫かな。じゃあ合理的な対策いいですか。私が嫌いだったとしても協力しなければならないです。だからお互い努力をしましょう。In any case, I'd like you to know I'm very happy to be working with you. I'm sure we'll make a great team. Now that we're partners, it would be important to get to know each other better. Is there a desk anywhere I could use? No one's using that one. また新型のレッドアイスの話が出てたね。じゃあ座りましょうか。法医学分析に回せ。ああ、やっとくよ。じゃあ、パウラ、Have you known Captain パウラ警部隊長いんですか？ Yeah. Too long. いや、なるほどな。まあ、調査しよう。変異体のファイルがあれば、目を通したいのですが、Terminals on your desk. That's a good one. Do so, go 自由に.
じゃあアクセスしよう。出勤時間はね、だってこいつが昼過ぎとかに自由にやってるんだから、もう自分だって自由にやらせてもらいますよっていうね。事件ファイル、チャールズ・ベル。チャールズ。関係ないな。で、あ、じゃあ、あそこ、被害者か。これも関係ないね。で、これはなんだ、サラ・コーンウェル。時間がコーンボール。これ、おう、エデンクラブ、成人用アンドロイド。はい。あれ、ちょっと待って。あ、めっちゃファイルの付き合いし、全然してなかったファイル。あ、全部したのね。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと。First dates back 9 months. 今のノースじゃん、最後出てきたの。あ、もっと調べるべきだってしまった。あのね、カーラとかも出てくるんですよ。AK400 型、さすが人を殺した。AK400 って確かカーラのことだよね。まあ、カーラね、もう、手に入れた武器を存分に発揮してるからね。ああ、ダーク。攻撃。今のこの状況が気に入らないのなら、あなたから上司に私には他のパートナーをあてがえと言えばいい。どうすればいいくらい分かってる。余計なくしちゃった。俺のことはほっといてくれ。ダーク。じゃあ、毅然とした態度だね。負けないよ。私の任務は事件の解決です。あなたの機嫌が治るのを待っているつもりはありませんよ。Listen, asshole. It was up to me. I threw a lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. I think you're gonna get nasty. Lieutenant? 警部補。Sorry to disturb you. お邪魔してすみません。昨晩男を殺した AX400 型の情報が入りました。AX400 型。現場、レイブンデール地区のようです。わかった。まったく、警部補。すぐにネクタイを緩めてくるんだから。ところで、今日の晩ご飯は？ちゅうことでね、ま、いろいろと、ハンクが手がかりを得た。あれ？ハンクが手がかりを得ないパターンもあるんだね。まあ、とりあえず、ハンクを怒らせるっていうことは、ま、間違いないですけどね。ハンクのデスクを調べたりすると、なんか、飼ってる犬が相撲だとか、いろいろなんかそういうのがあるらしいですね。で、ギャビンと話さないパターンもあったんだな。しまったな。そういう道もちょっと行ってみたかったね。はい。ということでね、84% まで来たね。で、ちょっとアマンダの信用から入ったっていうのは大きいかもしれないですね。ハンコンも完全に敵対されちゃってますけどね。ということでね、本日のパートは以上とさせてもらいます。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。